あの傾くということをダンス用語ではスエーって言うんだよね。スエースエーって何って言ったら横方向の傾きのことをこうスエーって言うんですよ、ね、横にこう傾く、ね、こう傾く、これをスエーって言ってるのね。で傾きと言っても自分で重心がバランスを取れてなければダメなわけですよね。で傾くとあの倒れるは違うよって話をしてましたね。でみんなはね倒れてませんかみたいな、例えば後ろに倒れるとかね、腰からグッてやるとか、こういうことしてませんか。じゃなくて倒れないで自分のバランスは自分の重心でちゃんと入れ替えたまま、こういう格好するにしても、ここにボールを乗っけててもずっとこの状態でえっこえっこってこう走れるようにしとかなきゃいけないってことですよね、うん、だから倒れるとはちょっと違うってことですよね。そうそうそう。で これくらいのボールあるんですけど、このボールをね、この右のね、ここのちょうど小胸筋のところ、乳首の上のここをですね 3D にするんですよ。で傾くと当然こうなるから右肩めっちゃ上がってるじゃない。でこれを直そうと思うと戻ってきてしまうから、このせっかく傾いて背骨がたわんだ状態で側屈になってるじゃないですか。でもこの上がった右手はまっすぐにしたいわけよ、平行にね。だとこれを 3D にしなきゃいけない。だとね、右の肩甲骨が今こう画面の方に面してるじゃないですか。それを天井に向けるんですね。で天井に向けるとより糸を寄ったみたいな、肩甲骨がグッとこういう形で、そうすると少しね、左手がここにあった左手が、それをすることによってほら、わかりますか、左の肘がちょっと前方の方に行って、そしてやや左にまた伸びて、そして上に上がるんですね。それをさせてるのはこの右の肩甲骨なんですよ。これをこうすることによってこうなるわけでしょ。だとね、上はちょっと右回転になるんですよ。下はこのズボン履いてるところは左回転、上は右回転で、綺麗に寝たらここにこのボールがトンって乗っかってる、この状態でずっと踊るのよ。こうよ皆様。だと腰やったら腰で疲れちゃうから、さっき言ったここから入らなきゃ、腰で反るんじゃなくてここから入らなきゃいけないってね。ダンスって大変だよねダンスはね、年寄りには向かないと思うでしょう。違うんです、逆なんですよ。若者はなるんだよ。だけど若者は何も知らなくてグニーってなるから、年を取ったらさっきのブリッジできなくなっちまったよって思ってるわけだから、ここはやっぱ大事ね。乳首の裏ね、ここのところを意識して、今くらいのボールをちょっとここに置いといて、そしてはめたままこう踊ってみるみたいな。